荒垣久子は沖縄県中上郡読谷村出身のタレント育成講師、振付師、アーティスト、プロデューサー、演出家、作詞家、脚本家。ダンススクール、ダンスファミリー代表、スーパーモンキーズの元メンバー、沖縄アクターズスクール出身。幼少時代にジャネット・ジャクソンに憧れて沖縄アクターズスクールに入学。歌とダンスを習い始めて、 スーパーモンキーズの一員として、アムロナミエ、マックスとデビュー。引退後、さらなるステージを目指すため、本場ニューヨークのエンターテインメントを学び、様々なダンスコンテストに出場。NY、アポロシアターソロダンスバトルで優勝。また沖縄アクターズスクールで、インストラクターとして、三浦大地、スピード、山田優など数々のアーティストを育て上げる。振付代表作品は、 NMB48 カモネギックス。NHK 紅白歌合戦では2年連続で NMB48 カモネギックスイビサガール SKE48 不器用対応の振り付けを担当。また牧野のアンナを指示として AKB48 ヘビーローテーションフライングゲットの振り付けサポートを担当した。2017年からは舞台の振り付けでも活躍。 ジョイ・キッズ・シアター、ブロードウェイ・ムシカル、ザ・ウィズ、マックス・ナナ主演、ジャスト・デュート。2020年現在、アイドルからアーティストまで幅広く振り付けや、次世代のタレントやアーティスト育成を行っている。1987年、10歳で、沖縄アクターズ・スクールに入学し、1992年、15歳に、アムロ・ナミエ、マキノ・アンナ、タクシ・ナナコ、アマヒサ・ミナコと共に、 スーパーモンキーズの結成メンバーとして選出され、4枚目のシングルまで活動。シングル、ミスター・ usa 恋のキュート・ビート、ダンシング・ジャンク、愛して、マスカット・パラダイストレーンを担当して、1994年にグループ脱退。1997年まで沖縄アクターズスクールでダンスチーム、BBWaves に所属。 ダンスチームリーダーを務めた。1997年にアメリカ・ニューヨークのアポロシアターでのダンスバトルで優勝を果たし、日本武道館で開催された BB Waves のコンサートに出演、振付や演出女子も担当した。同年、沖縄アクターズスクールを卒業。1997年から2000年まで沖縄アクターズスクールのインストラクターに転身。 山田優良が所属したダンスポップユニットの Y、Z ファクトリーのデビューシングル、ブランニュースタートの振り付けや DMX、エリカバド、ケイチアンドジョジョ、ジョー、イブのオープニングアクトを務めるなどキャリアを積んだ。ハイ SA としても歌手活動を行う。2001年、沖縄からスターになる子を育てたい。自分磨きのためにアメリカでダンスを学びたいと沖縄アクターズスクールを 離れる。資金を貯めるため東京に上京するが、アメリカ同時多発テロ事件で断念する。その後、県人会で出会った今の夫と結婚して二次の妻となった。2002年から2007年まで育児休業した後、2007年に AKB48 大声ダイヤモンドから振付師として復帰した。スーパーモンキーズで共に活動した牧野ン奈に支持し、牧野と コーラマイコとの3人チームで AKB48 のヘビーローテーション、フライングゲットなどの振り付けを行い、単独でも AKB48 をはじめ SKE48、SDN48、SD NMB48 のカップリング曲や公演曲などの振り付けを担当している。2007年東京都杉並区にダンススクール、ダンスファミリーを開設。歌手。 ダンサー等の育成を始める。2015年から2017年までロサンゼルス、ニューヨークへ歌、ダンス、ミュージカルを学びに海外留学。2017年から歌手活動を再スタートした。2018年末に芸能界引退を発表したアムロナミエに小学生の頃に沖縄アクターズスクールで出会い、一緒にデビューして、 お互い別々の道を重ねてきた25年、ずっと並々ならぬ努力をしてきたからこそ、世界中に感動を与え続けて、偉大な功績を残してきたと思います。アムロナミエというアーティストと同じグループだったことが、誇りです。どんな新しいアムロナミエでまた私たちの前に、現れるのか、楽しみにしています。とコメントを寄せた。ありがとうございます。